こんばんばは昨日対戦相手です正直分かったですから、デセオの改善とかあれば教えていただきたいです。全くっすよ。<laughs> 全然違和くないっす、マジで。ありがとうございます、わざわざ来ていただいて。デセオの改善点いや、でもあれでしたね、本当にうんまあ、でも本当あは自分たちとの戦いですよ、いつも。だからこう、わざわざこう来ていただいて話すと、このデセオさんを崩すためにこっちやりたいことあるんですけど、それに対してやっぱチームのコンセプトを。 できてない選手とかうまく、まあ、やる気ないわけじゃなくて、やっぱ人間だらできない日もあるか、そういう選手も中でいてさあの、うまくいってないって他の選手は気づくじゃないですか。で、僕も見てて気づいてるんですよ。なんですけど、そういうコンセプトとかがなかったら、なんか空気でうまくいってて、わーってその勢いでいけたりとかするのが、うちの場合ね、 全部がうまくいってると勢いになるんだけど、どっかうまくいってないと、中の選手も気になるから、それで、ボール持ってたはずなのに、ペースおかしくなってくるみたいな、だから昨のの試合とか、前半の終わりかけとか、そうで、いやどういうふうに修正しようかなとか、あじゃあ、俺が言うよりも選手たちどうして話し合わせて、最後俺、まとめようみたいな。 で、集まってきた時に、ちょっとあの、俺の時間削っていいから、ちょっとここの問題こうだからそこだけで話し合ってってって、別のとこ話してで、戻ってきたら解決しないから、じゃあこういう改善策にしようって言って、まあ、それはまた TikTok で出すと思う。みたいなのがあって、で、そこちょっと改善した後に、えまたそこ必要なとこ選手入れ替えて、で、流れ良くなって、次のとこ選手入れ替えてって言って、 まあ自分の中にある修正プランと、今出てる選手のモチベーションとか、その選手自体が修正してくれるところのバランスで、どこまで我慢できて、どこから変えなきゃいけないみたいなのの、まあ、せめぎ合いの中で変えて、やっぱチーム良くなっていったからみたいな感じです。デヨセオさんが悪いからうちは攻めれたというより、こう、自分たち負けた時間でデスセオさんが良かった時間と、自分たちが良くなっていった時間でデスセオさんを崩しきれなかった時間があるみたいな感じなんです。っていう感じですかね。うん。なんで、すいません、なんかそれ、 もっとね、デセオさん分析みたいな風な目線になったら違うと思いますけど、どうしてもやっぱ自分のチームにフォーカスを当てるような、まあ、そういった試合展開になったんで、こういう答えになりますいや、でも全然弱くなかったです。いいチームです。お疲れ様でした。いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカー戦術的なこととか、いろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。